い、こんにちは、車買い取り専門店 JV 貸し店の竹島社長です。ちょっとこれ大きいな、ちょっとこの辺にします。ですね、今日は、24年式かな、CX5 です。 XD の L パッケージです。ディーゼルですね。こちらは何キロぐらい乗ってきたの、40キロぐらいかな、下道が半分ぐらいで、半分もな、もっとか、30キロぐらいで、上が10キロぐらいかな、上ってまあ高速道路ですけども、乗ってきました。特にね、そんなに何か人すごいんですよ。盲目の人なんですけどね。杖だけで歩いてんですよ。僕何回かね、うちの入っちゃったことがあるんで、お兄さんこっちですよって修正したことあるんですけども、本当よく歩けるよな、あの速度でな、すごいですよね。もう尊敬しますよね。どこまで行ったっけな、上が10キロぐらい走って、で、下がね30キロぐらい走ってきたんですけども、特にねそんなに何か違和感のあるようなこともございません。でちょっとね、家の駐車場がね、少しなんて言ったらいいかな、土じゃないんですけども、ちょっと土っぽい、この、なんていうのかな、土っぽいです、この、土台なんです、土台っていうか、地面なんで、中がね、ちょっと汚かったんでね、まだちょっと今、途中なんですけども、今もう4時ぐらいなんですよね。なんで、先に撮影しないとね、真っ暗になっちゃうんで、はい。それで撮影先にさせていただいてます。で、動画とかも画像とかだとね、結構綺麗に見えるんですけども、結構ね、こっち側そうでもないんですけど、まあでも全体的にね、やっぱちょっと こっち側特にそうかな、少し色あせが少ししてるんですね。少しね、ぼんやりしてる感じです。だから、あまりこう、光沢がないんですよ。向こう側に比べるとやっぱりちょっと少ないかなと。こういうところも少しね、クリアのハゲが少し、出てきてるんで見えますかね。ちょっとやっぱちょぼっとクリアが出て、剥げてきちゃってるんです。なんでちょっとクリアね、もう一回塗ってもらった方がいいかもしれませんけどもね、まあ、その分ぐらいはね、その分安くするようにはしますけども、ボンネットもそうです。ボンネットもこの辺とかね、クリア、これ多分ね、うんこだと思うんですね、鳥の糞だと思うんですけど、それを処理しなかった、流さなかったんで、多分クリア取れちゃったんかなと思うんですけどね。で、ディスチャージライトです。フォーグランプ付きです。大体そんなもんかな。傷とかね、そういうのはそんなないんですよ、正直。まあ、綺麗なお車だと思います。で、まあ、でも動画、やっぱね、カメラ越しだとすごい綺麗に見えるんですよね。まあまあ、実際こっち側は結構綺麗なんですよ。多分ね、日の当たるのが運転席側の方が多かったんだと思うんですよね、多分ね。結構綺麗です。でもこのなんかウインカーのね、ここになんかこう車が横に来ると、なんかここに車来ましたよなんてね、車とかまあ歩行者でもいいんですけど、そういうのがなんか出てくる。もう24年にはあったんですね。もうちょっと傷ですね。あとバンパーの下、この辺にね、ちょんちょんとこう傷があります。まあ、そのぐらいかな、大きいのね。あとはまあちょっとクリアのハゲが少し大きいかなっていうところですかね。はい。ちょっと中ね、見ていきましょうか。中行きますね。ちょっとまだ汚いんです。ちょっとね、掃除の途中なんで、まあ、こういうところが汚かったりするんですけども。よいしょ。とライトを消して。で距離なんですけども、あれ、36,641キロです。で こっちがね、クルーズですね。クルーズコントロールで、こっちがオーディオですね。ナビゲーションとかの、まあテレビとかそういうのですね、の操作パネルです。操作スイッチか。でこれは多分地デジでいいと思います。地デジでやと思います。もうちょっと開けてみましょうか。オープン、はい、この B キャスカード入ってますんでね、チレジですね。で多分メモリーナビだと思います。で
ナビゲーションです。純正の、マツダ純正のナビゲーションですね。でバックカメラです。前になんか Z が止まってますね。なんかえらいおっちゃんが乗ってますけども、でおっちゃんでもないのかな、でもおっちゃんっぽいな。で、ETC ここに入ってます。マツダさんね、この時代のマツダさんみんなここにいるんですよね。はい、またこちらね、スイッチ類です。で、革シート、レザーシートです。ちょっとね、この辺がね、距離が少ない割には少しね、あまりよろしくないような気がするんですよね。ちょっと程度悪いかな、このシートがね。で、ここのこれなんかも少し浮いちゃってるしね。はい、あまりね、ちょっとそんなに良くはないと思います。リアシートです。で、リアシートはね、ここワンタッチでやると下がりますんで、はい、まあ、荷物もね、そんなほど乗ることもないと思うんで。で、ハッチバック開けます。こんな感じです。こんな感じです。なってます。で、助手席側です。ほらね、ちょっと外れかかっちゃってますもんね。ちょっとね、あんまりこの距離は短いんですけども、ちょっとところどころね、乱暴に扱ってたのかも。ちょっとそういう、もともとでもあんまり CX5 でああいうとこ外れてるとこ見たことがないんで、やっぱりちょっと乱暴に扱ってたのかもしれないですね。お子さんとかもしかしたらね、ちっちゃいお子さんがおって乱暴に扱ってたのかもしれません。で、運転席の下のカーペットにガムがちょっとついてるんで、まあ、ちょっとあれね、全部取るのは厳しいと思うんですよね。なんで、あれはちょっとまた少し残ってしまうんじゃないかなと思います。エンジンです。ディーゼルなんでね、やっぱりどうしてもエンジン音は大きいですね。で、ボンネットは上から下に落とすような感じで、閉めてくださいという感じです。ループね、ちょっともう一回見てみましょうか。この辺なんかすごいでしょ。まあね、屋根わざわざね見る、他他人が見るってこともまずないとは思うんですけども、ある程度の年式ね、月が経ってきたらもう少しひどくなってくると思うんですが、ある程度ね、あのワックスとかそういうのをね塗り込んだりとかしたら、まあ、持ちは持つようにはなると思うんですけども、はい、いう感じです。ただね、この動画少しでも良ければ、いいねボタンお願いします。またですね、この動画見ていただきまして、ご家族、お友達、同僚の方、お知り合いの方にね、CX5 あるよあそこにとかね、もしくはこういうね、アルファードあるよとか、サイあるよとか、ウクラウンあるよってね、動画でご紹介させてもらってる分をね、ご紹介してください。皆さんに雇用ね、一人でも多く、弱い立場の人たちの雇用を僕はしたいので、まあもちろんね、すみません、初めのうちはそんなにど素人の方入れるわけにいかないんで、やっぱり経験者、営業経験者の方しか、まあちょっと無理なんですけども、そういった方々をね、一人でも多く雇用してね、まあその子たちの親代わりみたいにもね、慣れればなと思いながら、仕事します。どうかご協力いただければね、ありがたく思います。そのためにね、チャンネル登録していただいて、まあ、チェックしてもらえればとありがた、もらえればありがたいです。また広告の方ね、見ていただいて、YouTube の収益ですね、1円でも多くもらえるようにお願いいたします。それでは、いいねボタン、チャンネル登録、今ちょっと劣化が通ったんでね、エンジン音がすごかったんで、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。失礼いたします。